識の中でやっているので、はい、しっかり、ね、飛び込んできますね。はい、ショットクロック残り少ないところ町田が打っていきました、はい、よく決めましたね。いや吉田選手、いや勝負強いですね。昨日今日ともう爆発してますね山本選手。そうですね、はい、入れ替えしました。富士通は町田がクォーター、町田が持っていく、2連チャンで町田選手でしたね。はい、ナイスシュート。ここはもう町田選手のしっかりと良さが出ました。ちょっと注意したいですね富士通としては。さあ町田、はい、ディフェンスも変えてきてますね、トヨタ自動車。岡田この遠い位置からスリーポイントシュート、うん、リードしてこの後半入っていきます。富士通は町田篠崎からここの内野、内野にパスが通りましたね。このパッティングプレーですよね。だから内野のプレーですね。はい、ここは守りましたね。得点につなげていきたいところ、守りました。おこえ今度はアタック、宮澤選手のところが、ね、しっかりディフェンス追い上げていく必要があります。町田抜けた、持っていきました。はい、よく決めましたね。これは吉田選手、はい、町田選手、町田、ナイスパス。そして内野のスリーポイントを決めてきましたね。ここはしっかりと決めてきました。今シーズンもかなり経験ポイントを打ってきますね。本当にそうですよね。もう練習してるかもしれないね。82点となりました。藤本も決めています。昨日もね、あの6日もあの外れた後盛り上がるという元気ですよね。トヨタ自動車は、あーそして篠崎しっかりと走り切りました。これで試合終了、トヨタ自動車2連覇達成となります。ご覧の通り87対71、トヨタ自動車アンテロープスがファイナル2連勝2連覇達成となりました。強かったですね。そうですね、この町田選手のこの表情も見ていただいていますが、7対71でトヨタ自動車が勝利しました。富士通は6シーズンぶりのファイナルの舞台でしたが一歩届かずということになりました。町田選手はこのシーズンの後 WNBA 挑戦となります。中川選手、そこに関していかがでしょう。いや本当にこれまでも WNBA に挑戦して活躍している選手たちいましたけれども、またこう新たな扉を開いてくれたのがこの町田瑠唯選手だと思いますので、またこう世界には思っています。はい、そしてこの町田選手も今シーズン、ね、今の篠崎選手と何をお話しされたのかなという部分もありますけれど、いやちょっと涙が止まってないですね。ちょっとねお二人今ねお二人涙がね見えますけれども、もう町田篠崎のホットライン、この2人なくしては今の富士通はないですよね。ないですね、まあ、やっぱりこの2人がチームを勝負どころにねしっかり調子を合わせてきて、惜しくも負けてしまいましたけれども、やっぱりこのエネオスで歴史を作った1人だと思います。でそれをこのまた富士通に受け継いでこの決勝の舞台まで上げてきてますんで、そうですね、はい、また来シーズンにも、はい、期待大ですね。はい、はい、町田選手と篠崎選手の抱擁もありました。まだ涙が止まらないこの2人です。そして富士通の町田瑠唯の名前も呼ばれました。同じく富士通レッドウェブ篠崎美穂選手、そして中川さん篠崎選手ですね。思わず町田選手ガッツが出ましたね。ガッツが出ました。富士通からはこの2人がプレーオフベスト5